ジマー・フレデッテは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、グレンズフォールズ出身のバスケットボール選手。身長188センチメートル、体重88キログラム。ポジションは、コンボガード。ニューヨーク州グレンズフォールズで生まれ、姉と二人の兄のいる末子であったフレデッテは、母親のつけた、ジマーというニックネームで呼ばれ育った。グレンズフォールズハイスクールを卒業後、十二校から、 勧誘を受けたが、結局、姉の母校であるブリガム・ヤング大学に入学した。2007年から2011年までブリガム・ヤング大学で4シーズンプレーし、最終年度には NCWA ディビジョン I の得点王となり、カレッジバスケットのプレイヤー・オブ・ザ・イヤー、ジョン・ウ・デン賞、ネイ・スミス賞、アドルフ・ラップ賞、オスカー・ロバート・ソン賞を受賞した。 サクラメントキングス2011年6月23日、2011年の NBA ドラフトで一巡目10位でミルウォーキーバックスに指名された後、サクラメントキングス、シャーロット・ボブ・キャッツとの3チームによる、ジョン・サーモンズ、ベイノ・ウードリック、ショーン・リビングストン、コーリー・マゲッティ、スティーブン・ジャクソンを含むトレードに絡んで交渉権がサクラメントキングスに移り、サクラメントで プロキャリアをスタートさせることになった。フレデッテには、ジマーマニアと呼ばれる熱狂的なファンがおり、サクラメントキングスの背番号7のフレデッテの、ジャージ販売は、5.4倍の売り上げを記録し、オンライン販売とサクラメント地域の店舗で売り切れとなった。ロックアウトに伴い開幕が遅れた、ルーキーシーズンで、2011年12月17日の、 プレシーズンゲームのゴールデンステートをオリアーズ戦で21得点、4リバウンドを記録し、デビューを果たした。2012年1月10日、フィラデルフィア76サーズ戦で、レギュラーシーズンにおいて、初のスターター出場を果たした。2014年2月12日、ニューヨークニックス戦で、キャリアハイの24得点を記録し10、106、101で、 オーバータイムとなった接戦を勝利した。2014年2月27日、キングスにバイアウトされ、フリーエージェントとなった。シカゴブルズ2014年3月2日、2013から14、シーズンの残りを、シカゴブルズと契約した。ニューオーリンズペリカンズ2014年7月24日、ニューオーリンズペリカンズと契約した。2014年12月31日の対、 サンアントニオスパーズ戦で、このシーズン最高の14得点、3リバウンドを記録したが、オーバータイムの末に敗れている。サンアントニオスパーズ2015年7月22日、サンアントニオスパーズとトレーニングキャンプでのトライアウトに、向けて契約を結び、この時点で、ギャランティー契約14名のスパーズで、残りの1名となり開幕ロースターに残れるかどうかの、挑戦をすることとなった。 この契約に関してフレデッテは、意外な組織の一員に加えていただき興奮し、恐縮しています。機会を与えていただいたことに感謝します。とツイートしている。2015年10月21日、スパーズは、プレシーズンゲームを1試合残した時点で、トレーニングキャンプ契約のフレデッテ、ユッス・ン・ドゥイ、キーファー・サイクス、デショー・ン・トーマスの4選手をエーブした。 その後、フレデッテは、10月31日のバトル、ドラフトで、ニューヨークニックス参加のウェストチェスターニックスから1位指名を受けた。ニューオーリンズペリカンズ2015年11月9日、開幕から故障者が相次ぎ苦戦していた、ニューオーリンズペリカンズと、救済条項に基づき契約したが、11月19日に、再び解雇された。ウェストチェスターニックス再び、 ウェストチェスターニックスに戻ったフレデッテは、2016年の NBA オールスターゲーム前夜祭りのバトル、オールスターゲームの出場メンバーに選出され、本戦では全選手最多の35得点を記録し、MVP に選出された。ニューヨークニックス2016年2月19日、ニューヨークニックスと10日間契約を結んだ。しかし、2度目の契約は更新されず、3月2日に、 解雇された。2016年8月2日、CBA の上海シャークスと契約した。2017年2月のリーグ戦では、2度の延長戦の末に54分間出場し、73得点を記録するという活躍を見せた。2017年7月23日、シャークスと契約を延長した。ブリガム・ヤング大学で最終年度に NCWA ディビジョン I の 得点王となり、カレッジバスケットのプレイヤー・オブ・ザ・イヤー、ジョン・ウ・デン賞、ネイ・スミス賞などの主要な賞を受けたフレデッテの能力はバスケットボール関係者に大きな注目を集め、NBA のケビン・デュラントはツイッターにジマー・フレデッテは世界最高のスコアラーだ。と語っている。一方で、スティーブ・ナッシュはターンオーバーの多いことを皮肉ってジマー・フレデッテ その名前はそのままで不器用な人だ。ミスをするのも無理はない。とツイートしている。また、ユタ大学ヘッドコーチのジム・ボイレンは、フレデッテの最大の武器は、威張った態度と自信であると語っており、バージニア大学の J ・ライトは、フレデッテのコート上での攻撃性を、ピート・マラビッチと比較し注目している。 スコアラーとしての能力の高さに比してゲームメイクディフェンスの能力が不足していることから NBA 入りしてからは十分な出場時間を得られず成長の妨げともなっておりチームを渡り歩く状態が続いている2015年のサンアントニオスパーズでのトレーニングキャンプ契約が NBA 生き残りの最後のチャンスになるのではないかとの論評も出ている中でロースターに残ることはできなかった ありがとうございます。